お侍、あなた様は鬼に勝てるとお思いですかな。やつらは四方から襲ってきますぞ。かつて対馬の振ることを記した此度は人知れぬ戦いを語らん。残虐で恐ろしき変化が民を脅かしておる。助けを乞う者の声に導かれ、クロードが冥府よりよみがえる。蒙古は菰田の浜に降り立ちし時、恐ろしき鬼どもをあまた島へと解き放った。鬼は情けすら持たず人を食らう化け物。しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、まことは四人なり。一人目は侍と合するクロード。誉れ、一族、故郷のため刃を振るう強者だ。クロードは恐れを知らず、いかなる苦境にも立ち向かう。そして守る。これを知らねば戦には勝てぬ。防ぐことのできぬ攻撃もあるが、動きを見極めて回避すれば恐れることはない。クロードが扱う暗具の一つは敵の動きを止める苦内。槍が相手であろうと鍛錬を積めば破れることはない。神の癒しを得るべくクロードは太鼓を打ち鳴らした。
侍は太刀をより城にして神の力を借り受けることで相手の命を吸い取れるようになる。かつて魍魎や悪霊は人の世に紛れておりました。そうした時代の伝承をお聞かせいたしましょう。足が。早く逃げよう。じきにここは見つかる。お侍。何があった。猛虎と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。よし、秋人の荷車だ。親の男らと戦ったのか。秋人はおらぬか。通行証はないな。猛虎ども、知らせてやらねば。
遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持ったアキュードを助けてください。実は弟なんです。なんだと？通行証を奪おうとしたのも全て加盟のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。脇にそれた。アキュードはあの中におるはず。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。やつらが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ、道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。
あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。いい子だ、カズ。何があった。賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った。北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。今音がしたぞ。調べよう。今の俺も行く。盗んだものに違いない。音が違う。避けろ。
よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。